ナンパは、アメリカ合衆国アイダホ州南西部に位置する都市。週刊高速道路 I-84 沿い、州とボイシの西約20マイル、メリディアンの西約6マイルに位置する。ボイシの衛星都市として高い成長を遂げており、1990年代、遅くに、州東部のアイダホフォールズやポカテッロを追い抜いて、アイダホ州、第二の都市となった。 2000年国勢調査による人口は5万1867人だったが、2010年国勢調査では2000年時点よりも50%以上増加し、8万1557人となっている。2020年国勢調査では10万200人で、より高成長を遂げたメリディアンには抜かれて、州内第3位となっているものの、市史上初めて10万人を突破している。 ナンパという名前はモカシンあるいは足跡を意味する所小に以後から来ている。ナンパは1880年代にオレゴンショートライン鉄道会社がワイオミング州グランジャーからオレゴン州ハンティントンまでナンパを通る鉄道線を建設した時にその歴史が始まった。その後も次々と鉄道線がナンパを通るようになり、ナンパは大変重要な鉄道長になった。 アレクサンダーとハンナのデュフェ夫妻が町で初めての家屋を建設し、その友人で共同設立者でもあるジェームズ・マギーの援助もあってナンパ土地改良会社を設立した。この会社の名前があったにもかかわらず土地に集まった市民は宗教色が強かったので初期開拓者の多くはこの町をニュージェルーサレムと呼んだ。 わずか1年で町の人口は15人から50人に増えた。新しい快適な施設も作られて成長を続け、1890年には自治体となった。西部開拓時代の町の大半は道路が南北に走っているのとは異なり、昔からある南波の道路は北西から南東に走る鉄道に垂直に置かれた。このために町の北部は 鉄道の北東部になり、街の南部は南西部になった。アレクサンダー・デュフェは以前にカナダのトロイント近くで区画割りを行った街で起こったような事故を防ぐために南パの通りをこのように配置した。その事故とは一人の女性と二人の子供が線路を渡ろうとして、馬車が線路にはまって動かなくなり、列車に引かれて死んだものだった。 当初のオレゴンショートライン鉄道線は、ボイシを迂回しており、ナンパはこの地域に建設された多くの鉄道駅の中でも最も魅力ある街になった。1890年代に最初の小学校が建設された。そのレイクビュー小学校は6番通りと12番アベニュー北の丘の上にあり、エッセル湖が見えるところである。この学校の創立100周年祭りの直後に廃校に、 なり、第一目のナイト協会に売却された。2008年にこの校舎が改装され、アイダホ州芸術チャータースクールが使っている。灌え用貯水池であるエセルコは長く地域社会のピクニック目的地として使われてきており、この湖と周辺の施設を使って多くの市民が釣り、水泳、ボート漕ぎや狩りまでも楽しんできた。しかし、 地元のハンターたちが隣接する資産の所有者、OF パーソンズのペットのアヒルまで打つようになったことに、抗議があったので、狩りは、長続きしなかった。ナンパ氏はこの湖を入札にかけた。EH デューイだけが応札した。しかしたまたま起こった洪水のために、近くの住人からの一連の訴訟が起こった。デューイは、結局エセル湖の水を開けてしまった。 それから間もなく、市政委員会が、フリッツ・ミラーの資産や留意亭の買い戻しに興味を示すようになった。その後4年以上圧力が高まった。ナンパ市民は、新しい公園を望んだ。1924年8月7日、市政委員会は、ミラーの資産を買収する条例を通し、そこを、レイクビュー公園と名付けた。 野外ステージが1928年に完成し、市民プールは1934年8月13日にオープンした。プールの入場料は1人10セント、あるいは15人で1ドルである。レイクビュー公園はナンパで最大の公園であり、多くの地域社会のお祭りがここで開催されている。アイダホ州、シルバーシティの鉱山で財産を作った。 ウィリアム・エイチ・デューイ・大佐がナンパに4本の鉄道線が集まる利点に目をつけて、1902年に25万ドルを、掛け優美なデューイ・タレスホテルを建設した。デューイ・大佐は1903年にこのホテルで死に、その息子に100万ドルを残した。このホテルは、ナンパ中心外数ブロックを焼き尽くした1909年の、大化を生き残ったが、 1963年にその大きな建物を改修しようという者がいなかったので解体された。シャンデリアやホテルの金庫のような記念品がキャニオン郡歴史博物館に収められている。この博物館はフロント通りとナンパ市役所前にある古い駅舎を使っている。第1通り沿い11番アベニューと12番アベニューにあったホテルを解体した後南側部分は 銀行とタイヤ店など民間企業に売却され、この歴史的建物は現在ある現代的構造物に生まれ変わった。ナンパ中心外組合とアメリカボーイスカウトのためのイーグルスカウトプロジェクトとの間の協業で、元のパレスホテルから通り向かいに公共用途の切手サイズの公園が置かれた。 この公園にはこのプロジェクトのために発注された走る馬を掘った大きな壁画がある。カーネギー図書館が1908年に中心街に作られた。これは1966年に図書館を移転した後焼け落ちた。南波公共図書館は現在第一通りと11番アベニュー南の角の古い銀行の建物に入っている。 この図書館自体がお粗末な状態にあるが、新しい図書館の計画が進行中であり、建設は今後数年以内に始める提案がなされている。ディアフラット貯水庫1906年から1911年の間に考えよう貯水庫であるディアフラット貯水庫がアメリカ合衆国開拓局の手で作られた。地元ではローウェルコと呼ばれ、1909年に セオドア・ルーズベルト大統領によって制定されたディアフラット国立野生動物保護区に囲まれている。この保護区は合衆国魚類野生生物局によって管理されている。ローェル湖はコンクリートで埋められている。水はボイシ川のラッキーピークダムからスマイル下流から引いている。アイダホ州立学校病院は州内の発達障害者のために1910年に 南波の北西に建設され、1918年に開館された。この施設は大半が自給自足であり、入居者が工作する大きな農園がある。機能障害の軽い入居者が自分のことをできない入居者の面倒を見てもいる。この修立学校の開館時点から発達障害のある人に対する介護が大きく変わってきた。 古い農園用の土地は売却されて、現在はゴルフ場になっており、入居者は他の入居者に対する介護を行ってはいない。この施設は改修され現在でも運営が続いているが、古い建物のいくつかは現在少年犯罪者収容のために使われている。ナンパでは1908年頃から毎年収穫祭と納付市場が開催されている。 この祭りから1937年にスネーク川ロデオ大会が始まり、現在でも続いており、プロによる巡回ロデオの中ではトップ12に入っている。ナザレ派協会の地元京都が1913年に小さな小学校を建て、1915年にはノースウェストナザレカレッジに成長し、最終的にノースウェストナザレ大学になった。この大学では、 現在2500人の学生と大学院生が学んでいる。1965年にトレジャーバレーでは初の屋内型ショッピングセンターであるカーチャーモールがオープンした。このモールでサンタクロースの膝に座ってオレンジジュリアスを飲んだりレッドバロンゲームセンターでゲームをした記憶がある地域住民も多い。カーチャーモールは数十年間 人が集うところであり続けたが、1988年に、ボイシにボイシタウンスクエアが建設されて、廃れていった。長年苦闘した後に今は復活しつつある。新しく週間高速道路84号線のインターチェンジが近くにでき、新しい事業が始まろうとしている。ナンパは成長速度が速いので、新しい家屋。 新しいショッピングセンター及び新しい道路がある。カーチャーインターチェンジの北にあるトレジャーバレーマーケットプレイスにはコストコ、ターゲット、ベストバイ、コスト、プラスワールドマーケット、オリーブガーデン、マイケルズ、ドレスバーン、オールドネイビー、ベッドバスビヨンドおよびコールズなど多くの小売店が入っている。 その道路向かいにはマクドナルドなどが入る2番目のショッピングセンターがある。ナンパゲートウェイセンターは、週刊高速道路84号線のガリティ、ブールバードに近くアイダホセンター側に新しく開発中のショッピングセンターである。JC ペニー、スポーツオーソリティ、メイシーズ及びアイダホアスレチッククラブがナンパゲートウェイセンターに入っている。その他オルマートや、 サムズクラブのような大型店が同じ地域にある。キャニオン郡地域の日韓地方紙はアイダホプレストリビューンである。2009年初期以降、アイダホステーツマン市の契約印刷所になっており、そこの時代遅れの印刷機は廃止され、更新されていない。1907年のナンパトムデールが2001年11月に、 南パ市長に当選し、2002年1月以降その職を務めている。南パ市政委員会は4人の委員で構成されている。2007年9月30日に終わった、会計年度での予算は1億1550万ドルだった。南パ教育学区には小学校16校、中学校6校及び高校4校がある。高校のうち1校はオールターナティブスクールであり、 伝統的な高校では、苦労している生徒を教えている。ナンパには、ノースウェスト、ナザレカレッジもある。ナンパを通る、週刊高速道路は84号線であり、市内に入るためには4つの出口がある。一般用途空港である、ナンパ市民空港がある。主要道路としては、間補修道55号線、ナンパとコードウェルをつなぐナンパコードウェルブールバード。 12番アベニュー、16番アベニュー、およびガリティブールバードがある。ユニオンパシフィック鉄道のノースウェスト回廊線が、ソルトレイクシティなど東の地点と太平洋岸、北西部とを結んでいる。南パには24の公園があり、そのうちの最大のものが、レイクビュー公園である。1994年にオープンした。 広さ14万平方フィートのナンパレクリエーションセンターには6つのプールがある。水上競技場、3つの体育館、ラケットボールコート、ウォーキングとランニングのトラック、ウェイトトレーニングルームと設備、フリークライミング用の壁など多くの活動スペースがある。センテニアルゴルフコース及びリッジクレストゴルフクラブはナンパ市が所有し運営している。アイバホセンターは複合娯楽施設である。 ここには1998年に建設され60フィート X40 フィートのステージと10.500の観客席がある。円形劇場、床面積31200平方フィートで12279席の競技場、馬のショーがある、アイダホホースパーク、および陸上競技が行われる、スポーツセンターがある。スポーツセンターは、 ボイシ州立大学のブロンコス陸上競技チームが本拠地にしている。アイダホセンター競技場は毎年7月の第3週にスネーク川ロデオ大会があることで知られている。この大会は国内でもトップクラスのものである。この競技場は以前コンチネンタルバスケットボールアソシエーションのアイダホスタンピードや今はなくなった室内プロフェッショナルフットボールリーグの アイダホスタリオンズが本拠地にしており、コンサート、見本紙スポーツ行事などに使われている。アイダホセンター競技場では、以前に全米カレッジ大公競技協会ディビジョン2の男子バスケットボール選手権が行われた。その前は、ノースウェスト、ナザレ大学のキャンパスで行われていたものが、1998年にアイダホセンターが完成して、この競技場に、 選手権が移された。2000年にノースウェスト、ナザレカレッジが大学に代わり、ナイアを離れて、NCWA ディビジョン2に移ったので、選手権もよそに移った。2004年3月、アイダホセンター競技場では、ボイシュ州立大学男子バスケットボールが、ホームにして、ウィスコンシン大学ミルウォーキーパンサーズとの第2ラウンドの試合を行った。この試合は、 ボイシ州立大学のタコベル競技場でメタリカのコンサートが入っていたためにアイダホセンターで行われた。この試合には1万人以上の監修を集め、この地域の歴史の中でもバスケットボールの試合に集まった最大の監修となった。2006年11月アイダホセンターではアイダホ州で初めてローリングストーンズのコンサートがあった。1年に1回は モンスタージャムも開催されてきた。2012年の NCWA d ビジョンアイ室内、陸上競技大会がナンパで行われることになっている。ナンパは、北43度34分29秒、成形116度33分49秒、北43.57472度、成形116.56361度。 4 3 5 7 4 7百1 1 6 5 6 3 6 1に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局による報告では、この内陸の町の地域全面積は19.9平方マイル。この内陸地が19.9平方マイルであり、水域は0.04平方マイル。水域率は0.10%である。 いかにナンパ市における1890年から2020年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。